こんにちは、光明です。こんにちは、塾です。はい、今日は、ですか、この上杉謙信と武田信玄の歴史の話の続き。そう、続き。はい、続きです。その、高梨君。あ、高梨君。どうも。ご協力お願いいただいて。はい。よろしくお願いします。お願いします。はい。はい、では、それでは行きます、タイトル、諏訪湖の八重垣姫の伝説。八重垣姫の伝説というのが諏訪湖にあり、それが物語になっている。八重垣姫は謙信の血筋の妹といえるお姫である。武田信玄の甥か息子が、八重垣姫と共に伝説になっている。狐の導きにより女装しどっかに逃げ、二人は逃げた地で巡り合ってで幸せに暮らした。この伝説は、信玄と謙信が成し得なかった夢物語ではないかと言われている。本来2人はこういう結末になりたかったのだ。謙信のところの地を逃げ出す時に助走をし、信玄はそこの地を去り、自分を待つ甲斐の国、現在の山梨県ですね、に戻って信玄を名乗ったと。助走をしたのは本当は信玄の息子である勝頼が武田家の兜を取りに来るために花売りの娘の格好をしたためである。敵同士であったが潜入して狐の導きにより二人は会うことになっていた。そして諏訪湖から逃げることができたという実際に残っている伝説である。息子であるか、娘であるかとは関係なく、若き頃の自分らのことを二人に託すため、二人が結ばれる結末を考えて実現させた。しかし結ばれなかった信玄と謙信は、僧侶の道に入っていくことになるといった内容でございます。そう、これで八重垣姫の仏像あるんだよね、うん、兜だったら武田君のね、兜を持ってそれをもうそのままあるからね、湖のところに。あ、八重垣姫。そうそうそう。はい、伝説として残ってるしね。うん、で、九頭竜の伝説、戦いも、もちろんあるしね。あの、諏訪湖のあれに。で、いろんなものを組み立てていったときに、ね、これ、ね、中身より究極のバカなんだよね。うん、皆さんには、さっぱり浸透してないし、名前すら忘れされようってね、されようとしてる究極のバカだね。それで解いていくと、そういうね、こういう物語が果たして何で生まれたかって言った時に、まあ歴史をで上下左右にちょっと揺さぶってみるとね、ちょうどの流れのこの人物が顔を出していたと。そこにいたわけね、お姫様も誰だったかって言った時に、ね、まあひょっとしたらそのお姫様っていうのは言った通りの、うん、ね、謙信のがお姫様、うん、だもう巧妙的にこれも言うんだよ、言い切ってもずっとね、もう何回も何回も話してる話なんだけど、なかなかこういうのをズバッとね通らないっていうのはやっぱりいろんな伝説を組み合わせていって可能性を、これが本当のあの真実の歴史なんじゃないかって当てはめるとしたらね、ちょっと時間かかる。後ろから持ってきたり、前から持ってきたりとかいろんなものして。で、年が合わなかったら、どうして年が合わなかったんだってみんなして考えたときに、例えば、やっぱり男の人と女の人。ね。女の人はちょっと若く見える。だいぶ若く見える。うん。まあ、過去、まあ背丈とか、そう。見た感じとかそうですね。だからほら、同じ年だってもね、ね、そう、うん、納得だよねって、いや、全然違うわけね、そうだよね、こういうなんて、ね、頭はけて、お腹出て、お尻つけたら、当然、赤ちゃんじゃんってね、違う、そっちに行っちゃうかもしれないね、気がするとこも入ってないしね、ごめんなさい、ジュークです。あ、ジュークです。ジュークとね、そうだよな。もうそんな感じで、ほら、女の人っていうのはほら若く、ね、そうね、うん、見えるから、例えばそこで信玄っていうのが、謙信っていうのはすごく
この見栄えの若々しいね、もう映える女性だったかもしれないね。今の映える女性だったかもしれないね。いろんなことやってもね、綺麗で美しくてね。で、そのやっぱりダンスをしてもやっぱりね、ダンスをしてもやっぱり映えるんだよね、そういう人っていうのは。それがパッと決まって、まあ、青年にはなったと。だけどやっぱり一つのオチがあるとしたら、やっぱりあの男にすると同じく若く、かなり若く見える。で、その幼さを隠すにはやっぱり年相応、うん、年齢が逆になっちゃう、うん、で可能性がまあこういう展開であるそうそうそう、はい、そういうふうになっていくんだよな、ないかも、うん、ただこの伝説がね、その兜に、ね、昔こう隠れてこう逃がしてあげてとかね、いろんなものが出てきて、ひょっとしたらこの伝説っていうのは二人のその恋愛に対してのね、こう成し得なかったものを、例えばこの先まだね、巧妙的なその真実に突き進んでいって生きていきたいと思ってるね、巧妙的な歴史をね。だからその時にこの二人は本当にそういう風になったんじゃないかと、最後はこうになったんじゃないかっていうようなだっての流れ、それをでも皆さんでちょっとね、ああそういう歴史があって物語があってドラマがあったんだと。でさ、その時にこういう人がいたったらね、今の時代もそうだけど、真実って語られない、うん、まあ、本当の真実じゃないかもしれないですよね、隠されて。そう、何度例えばチャレンジしても真実っていうのはうまく人に伝わらない、うんうん、そういうような現実があったとしたら、特にこの時の時代っていうのはね、ね、一般に平等じゃないからね、身分制だから、身分の高い人に逆らうことは無礼もんね。ね、あとはあれですね、ちょっと男女差別もそうあった時代だな。それはね、どこでもそうだよね。どこの国でもそれはあった話だよね。そういうことに対しては、例えばやっぱりその不完全な世界だったっていう証明。だからうちらやってるってことは、限りなく今の世の中もそうだけど、今の、もう全部が不完全なんだけど、その不完全なものにみんなが、なんていうかな、完璧さを求めてるっていうか、その完璧さを、なんていうかな、こう、描いてるっていうかな。それに頼っちゃって。だから、真実の何かが現れたときに、その真実が見えなくなってしまう。自分の理想に動いちゃう。そう、だから、その辺なんだよね。で、うちらの数字もう全然伸びないのか。はい。いや、ああそんなのあるんだ、いいんじゃないそれでとかって、うん、あ、そうですね、そうなのってね、俺ね、どうなのって思っちゃうんだよね、うん、うん、まだ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 っていうか、そもそもね、僕ら我々やってて、俺らは何を隠そうね、皆さん何ですか、俺らはえ銀河防衛隊、銀河防衛隊、いろいろな意味で、うん、リベンジ、そうリベンジ、そうリベンジ、およこれね、この今の東京ラベンジ、はいはいはい、ね、のマイティーボーイね、光明がもしマイティーになったらどうしてもなりたいっていう、ね、そうね、好きなんですよ、マイティーボーイって言われてる、巧妙ボーイと言われてるからね、もう見たらもうね、もうはっとりね、僕はもうあれだって、東京ラベンジね、今流行ってるね、東京ラベンジ、うん、まあこれをちょっと今回はこの東京ラベンジってことがメインなのね、あっほんとかほんね、そういうことで皆さんで、はい、少し考えて、じゃあ、今日はここまで。ここまでです。はい、よろしくお願いします。はい、また次回。次回。はい。はい。チャンネルはこちらから。